株式会社妄想マフィアの渡辺大輔と申します。サモンはですね、スマートフォン一つで自分だけのホームページを簡単に作成でき、さらにそこにですね、予約システムですとか決済のシステム、顧客の管理システム、こういったものを全て導入できるというものです。なので今までのサービスですと PC が必要でしたり、ある程度のそういう知識が必要だったものが、全く何も知識もなくても自分だけのオリジナルのウェブのサービスが作成できるというものです。前回のファンディーノさんでの調達を機にですね、いろんなメディアになることがありまして、その結果ですね、別のベンチャーキャピタルさんからも投資のオファーを受けることができました。こちらは今回の集めた資金を使いまして、リニューアルを完成しまして、サービスを無事リリースしております。サービスリリース後はですね、以前に比べましてユーザー数の伸びもですね、約5倍と非常にいい伸びを示しており、売上に関しても10倍以上になってますので、かなりサービスの成長が見込めるようになってきました。現状、正式にサービスが出ましたので、開発に関してはですね、引き続き必要な機能を必要な対面で出せる体制作りをしていきたいと思っています。さらにですね、ユーザーを増加させるという点に、主軸を置きまして、オンライン上でのマーケティングとですね、実際のリアルな場での、コミュニティのサポート、この2点をですね、主に注力して、うちのサービスを伸ばしていきたいと考えています。今回の、資金調達を得まして、このサモンのサービスをですね、もっとより広く、より多くの人に対して広げていきたいと思っていますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。